なかなかお金が入ってこない人って波動は高いんだけれども弱い人ってお金が入ってくる人、周りの人が喜ぶ、何に喜ぶかのセンサーがすごくどんどん高いです。循環が生まれていく。はい、始まりました。スターチートチャンネルということで、よしです。今日はスペシャルゲストにお越しいただいております。波動チャンネル、そして経営コンサルタントの桑名正則さんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は本当にですね、はい、楽しみにしていた。いえ、こちらこそです。なんでございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやー、僕も波動についてですね、たくさんの著書を読まさせてもらってまして、僕はこの本大好きなんですけど、桑名さんといえば、まあ、波動についてのね、たくさんの本や、そして YouTube、素晴らしい発信をされているんですけど、聞きたいこといっぱいありすぎるんですが、今日はちょっと絞ってですね、この本もありますが、ミリオネアバイブレーション、そしてお金についてのことをですね、ちょっとお聞きしてみようかなと思うんです。よろしいでしょうか、今日は。はい。はい。ありがとうございます。頑張ります。そしてですね、すごく共通項がね、某知り合いの方とかがいらっしゃって、そして今こうやって話をする前にもね、いろいろ話をしましたけど、なんかもう、あの人もこの人もあの人もみたいな。結構繋がってるんですよね。繋がっていて、波動的にもね、そういう流れが今日こうやってね、お越しいただくことになったきっかけかもしれませんと思ってます。そんな中でですね、お金っていうのが波動によっていろいろ影響を受けるんじゃないか。例えばお金がない人、ある人、ね、金運がある、ないとか、それも波動によって決まるんじゃないかなと思ったりするんですが、その辺はどう思われますか？お金っていうと、波動を高くすると入ってくるって思われてる方も結構いらっしゃるんですけど、もちろん波動高い方が幸せ度や豊かさ度って上がるんですけど、結構波動高い、心が綺麗なのにお金がない人も結構いらして、経営者でもいい人とかは、経営状態がうまくいかなくなると波動を高くするってことをやられるんですけど、それでもうまくいかないことってあって、実は波動には縦軸が高さだとしたら横軸書いてるんですけど、僕、強さっていうのがあるなっていうの何年か前に。その強さのベクトルを作っていくと、すごくいろんなことが腑に落ちたというか、で波動が高くて、こう、トリックスがあって、右上が波動が高くて強い人。右下が波動が低くて強い人。で、左上が波動が高くて弱い人。左下が波動が低くて弱い人で。で、お金っていうと、結構思い浮かぶのが、悪代官みたいな。お主も悪よの、みたいなね。で、それって波動が低いんだけど強い人なんですね。ああ、なるほど。波動を高くするんだけれども、なかなかお金が入ってこない人って、波動は高いんだけれども弱い人で、心は綺麗んだけれども、周りの悪どい人にいいように使われてるみたいな人が結構多くて。だからお金ってこの波動の強い人に集まってくるなっていう。この波動の強さって何かっていうと、影響力の強さであったり、信念の強さであったり、自分を信じる強さであったり、そういったことが波動を強くしていくなっていうのを感じて、信念とか自分を信じる強さが強いので、結果影響力が強くなって、お金っていうのは多くの人に影響を与えられた方が、いいも悪いもですけれども、入ってくるっていうことがあるので、だから波動を強くするっていうのが結構ポイントなところがありますね。なるほどですね。僕はたくさんの経営者の方にお会いしてきましたけど、ものすごくね、人間的にいい人ではないんだけど、めちゃめちゃお金を引き寄せてる人っていますよね。そういう人って確かにエネルギッシュだったり、波動強いなっていう感じだったんでしょうね、まさにね。そうですね。その幸せなでもお金持ちっていう方が僕はいいかもしれないなと思うんですけど。そうですね、僕もそう思います。それにはどうしたらいいんですかね。波動を高くて強くするっていうアプローチで、幸せなお金持ちな人って、その信念は強いし、信じる力も強いし、波動が強いというのは影響力ですから、多くの人に喜びを与えるというか、この人に幸せを分かち合うというか、そういうことをされてる人は波動が高くて強くて幸せなお金持ちになられてるなっていう。なので、生み出す喜びの総量みたいな感じですよね。なるほどですね。喜びとか、言葉を増やすとあれですね。生み出す喜びとか価値ですよね。が多いっていうのが幸せなお金持ちかなっていうのは思いますね。なるほどですね。桑名さん自身がご著書にもね、書いてますけども、2015年ぐらいに仕事とかが大変なことになってきて、うんここからやっぱりこう、何か波動を意識して、ご自身で変えてきたってことはあるんですか？そうです。その当時、いろんなことがテーマではあったんですけれども、それまで、志村さんもね、ご存知だと思いますけれども、やっぱ見えないエネルギーの影響って受けるんですよね。はい。はい。で、僕は2015年って、僕が独立して8年か9年ぐらいだったんですけど、それまでカウンセリングとかをメインでずっとやってたんですよ。はいはいはい。で、2014年ぐらいから、今は YouTube ですけれども、その時って Ustream っていう動画配信。はいはいはい。自分の番組が持てるみたいな。そこで動画配信を始めると、途端に状態が悪くなっていたんですよ。そうなんですね。はい。発信すると、いろんなものを受けるじゃないですか。ありますよね。それでやっぱうまくいかなくなってたっていうのがありますね。そうなんですね。はい、そうそうそう。あとこの始まる前に若干その話ありました。やっぱりこう、僕もたくさんそういう発信者の人を見るとなんか波動的に何かこうね、影響を受けている人。はいそうですね。多いんで、やっぱりそういうことがあったんですね。はい。で、そこからこう、何かどんどん改善していったポイントっていうのはどういうところで良くなっていったんですかね？僕の中、二つ大きなものがあって、はい。一つは僕のメンタリティの部分と、もう一つはそのエネルギーのケアなんですけれども、メンタリティの部分で言うと、先ほど自分を信じる強さっていうのが影響力の強さになるって言いましたけれども、はい、僕はそれまで自分で頑張るんだけれども、人に頼ることができなかったんですよね。人に助けてっていうのは、何でも自分さえ頑張ればなんとかなると。でも、人に助けを求められないって、人に助けてもらえる自分を信じてないっていうことで、幸せな成功者の人ってもちろん自分で頑張られる、やれることは全部やるんだけれども、周りの人に助けを求めるというか、周りの他力を扱うというか、そこもすごく卓越している方が多くて、助け求められないって結局自分のことを信じてないということなので、だから僕はその時に助けてっていうレッスンがあったんですよね。あ、そうなんですか。レッスンというか自分で何かをしようとしても全部うまくいかなくなっちゃった。へー。で、最終的に人に助けを求めないともう超えられないっていう状態になって、初めて助けを求めると、意外に周りの人が心よく助けてくれて。あ、へえ。っていうメンタリティの変化が一つですよね。あ、なるほど。はい。で、もう一つは、このいろんな人から受けてしまったネガティブなエネルギーっていうのを、僕今サービスでお清めとか浄化とかもしてるんですけれども、僕がそれを浄化してもらうことですごく体も、当時すごく疲れやすかったんですけど、全然疲れなくなって元気になった。そうなんですね。はい。だから、すごく改善していったっていう感じでした。そして、いろんなものがこう整って、波動で整って、お金の部分もかなり整ってきたんでしょうか？そうですね。そこから、ちょっとずつ改善していって、変わってきましたね。なるほど。例えばよく、先ほどのね、ネガティブなものとかに、こうマイナスなものを浄化して、いわゆるニュートラルにするっていう。で、ここから、じゃあさらにプラスになる波動的なね、先ほどのお金に対しても強いみたいなものも組み合わせていくためには、見ている方なんかはどういうことを意識したらどんどん良くなっていきますかね？まず一つは、当時僕がすごく思ったのが、波動の高さ、低さの話ですけど、すごく念を向けちゃってる時って、後になって思ったんですけど、暴飲暴食してたんですよ。ただ、その当時、暴飲暴食はしてるんだけれども、好きなことをしてるって思ってたんですよ。好きで食べて、好きでお酒飲んでって思ってたんですよ。もう飲みすぎちゃったり、食べすぎちゃったり。はい。楽しかったんですよね。浄化した後に僕が思ったのは、暴飲暴食してる時は、それが楽しくてやってて、で、好きなことをすればうまくいくって思ってて、だからこれでいいんだって思ってたんですけど、浄化した後、そこまで、食べなくてもいいし、そこまで飲まなくてもよくて、なんであんなに飲んで食べてしてたんだろうなって思った時に、好きなことって波動で変わるんだと思ったんですよ。なるほどですね。そうか。好きなことなのか、もしかしたら波動的に、そのちょっとね、いわゆるネガティブな方にシンクロしちゃって、ちょっと引き合ったものを食べちゃったり。状況をやってたってことなんですかね。すごい。例えばそれを見てる方が自分でもすぐにできそうな浄化やり方とかあるんですか？僕はいつもお伝えして、一番手っ取り早いのが、お風呂入られた方がいいんですけど、風呂に海由来のお塩を入れて入るっていう。簡易的な海にするみたいな。そんな感じで、お風呂に博多の塩とかでも全然いいので、海外とかだと効果高いですけど、高価なものだと続かないので、安いお塩でもいいので、博多の塩とか。ただ、NaCl ではなくて、海由来のお塩を一つまみぐらい入れて入る。汗かくんですよね。エプソムソルトとかでもいいんですかね。エプソムソルトはちょっとわかんないんですけど、あれ、マグネシウムとかが入るっていうので、どっちかはわかんないなと。僕本ではエプソムソルトでもいいですよとは書いてるんですけど。そうですか。ただ、といいのと、僕は海のエネルギーがすごく浄化にいいなと感じてるので、海由来の塩を入れるといいですよとは言ってますね。よくね、昔から塩でこうね、浄化とか、塩までとかね、ありますけど、やっぱそういうことですよね。結構それはされると効果が高いです。塩、よく盛り塩をね、なんかするとかいうのもあるじゃないですか。そういうのもいいんですかね、あれ。あれは悪いものが入ってこないようにするっていう意味が強いみたいですね。自分に受けてしまったっていうのは、やっぱそうやって直接的にお風呂入ってたくさん汗をかいて浄化するっていうのがいいかなと思います。なるほど、なるほど。そしてまず浄化をしていくと、一つ整ってきてますね。さらに、お金のプラスにしようみたいな人もね、いると思うんですが、なんか具体的な方法とかありますかね。具体的な方法というか、やっぱりお金って、周りに提供した価値の分、お金に変わって入ってくるので、だから自分の中で何でもいいんですけれども、周りの人が喜ぶことをするっていう、ここで勘違いしがちなのが、自分をおろそかにして周りのためにってされると思うんですけど、一番軸は自分で、自分をお腹ペコペコなのに、これあなた好きでしょ、食べって言われても、もらう人ちょっと申し訳ない気持ちになるので。確かに確かに。だから自分のことは自分で満たすっていうのは大前提として大事なんですけども、でも周りの人が喜ぶちょっとしたことをするっていうのがすごく大事で、それのセンサーがやっぱお金が入ってくる人、幸せなお金持ちの人たちって、その周りの人が喜ぶ、何に喜ぶかのセンサーがすごく感度高いというか、なるほどですね。もうちょっとしたことでいいので、例えば、内村さんだとね、実感されると思うんですけど、例えば、YouTube でも参考になったことのコメントをもらったりとか、シェアしてくださったりとかすると、すごく嬉しいじゃないですか。確かに。そのコメントを、参考になったことのコメントを誰かが読んで、この誰かが気づきがあったら、この誰かも喜ぶし、なんかそういうちょっとした人が喜ぶことっていうのを今からできるので、なるほどですね。こうやっていくと、なんかエネルギーの流れっていうのがちょっと。循環ですよね。エネルギーの循環が生まれていく。そうするといいですね。で、その中で、いろんな人が喜ぶことする中で、お金もらっていいものがあれば、私はこれでお金をいただくって決めれば、なんかそこに必要としてくれる人が引き寄せられてくるかなっていう感じですね。まさにね、こう引き寄せでしょうし、波動をね、波動って共鳴しちゃうから、なんか大体多くの人はお金に対するネガティブな思いがあるから、そのネガティブな思いでネガティブな状況を引き寄せて、なんでこんなにダメなんだとかね、ちょっとお金が入ろうとしても、僕なんかも、昔あったのは、子供時代親が喧嘩してたから、お金に対するネガティブな思いがちょっとあって、その時はやっぱりね、どんどん借金が増えたりしましたけど、そういうなんかネガティブなものをまず浄化し、ニュートラルに戻す。これ大事なんでしょうね、やっぱりね。そうですね。僕の本でも、先ほどのこのミリオネアバイブレーションでも、ネガティブな思いをクリーニングする方法って、僕はぐるぐるワークって言ってるんですけれども。ちょっとこれ教えていただいてもいいですか？浄化する方法。この本だと、49ページに絵付きのがあって、それやっていただくといいのと、それと、何でもそうなんですけど、陰陽ってあるんですよね。お金にもいい部分と悪い部分があって、全部いいよってことではなくて、何でもプラスもマイナスもあるし、うん、スピリチュアルな好きな人だったら、例えば、大麻とかでも、いい側面もあれば、ネガティブな側面もあるんですが、幸せなお金持ちの人って、お金のいい部分を意識するようにされてて、うん、で僕たちの意識って、フォーカス向けたものが増えるっていう法則があるんですよね。はい、お金の中でネガティブな部分はもちろんあるんだけれども、うん、ポジティブな部分を書き出して。なるほど。それか、幸せなお金持ちの人がお金に対するどういう考え方をしてるのかっていうのを聞いたりして、で、うん、そこを意識していけば、そうすると、うん、で、ネガティブなこともあるんだけれども、自分はどっちを選択するか、いい部分を選択するのか、ネガティブな部分を選択するのかで、うん、お金に対してネガティブな思いがある人って、ネガティブな部分を選択してるだけなんですよね。ああ、ですよね。私はいい部分を聞いたら、私はこっちのお金のとの関わり方をするんだって、決め直すっていうことをしていかれると、うん、いい関係性が結ばれるかなって思いますね。なるほどですね。うん、いやー、まさにそうですよね。まあ、僕もぐるぐるはここでね、やったことがある。はい、ありました。これ、はい、面白いですね。こう、ペンに、ね、ペンと白い紙を用意して、はい、こうなんかもう、感情をね、はい。出来事を思い出したら、こう、書き殴る。わーって、はい、文字じゃなくていいんですもんね、これね。文字そうです。ぐるぐるってやればいいです。わーってやるね。はい。はい、破いたり、燃やしたりするっていうね。これ、はい、感情を出さずにこう、しまい込む人って結構多いから、うん、はいはい、そういう人どんどんこうネガティブが溜まってきますよね。そうですね。うん。うん、これはすごくこういいですよね。はい。いやー、素晴らしい。そしてですね、いろんなお話今日ね、お聞かせいただいたんですけど、はい、まあ、今日見てる方々は結構ね、地球的な概念を超えた、やっぱりこう宇宙的な視点を持った人が多いと思うんですね。はい、だからまあ今までの当たり前のそういう世界からもうちょっとこう自由な世界へこう意識を向けていこうという人が多いんですが、そんなちょっと見てる方々に最後にですね、一言、こう人生をね、より良くしていきたいと思うんですよ、みんなね。そのためにこれをやっぱり意識すればいいんじゃないかっていうのを最後また一つ教えていただけませんか。まあちょっと偉そうな話になるんですけど、お金っていうと、宇宙的な視点で言うと、はい。木村さんもね、こちらの本で書かれてましたけれども、はい。資本主義がね、変わっていくみたいな、そういうお話もあるじゃないですか。うん、はい。僕はお金がなくなったり、お金の概念っていうのが変わっていっても、本質は一緒だなと思ってて、うん、ズルしてる人たちっていうのは、まあいなくなるかなと。生きていけなくなるかなと思うんですけど、うん、お金がたとえなくなっても幸せで豊かな人たち、幸せなお金持ちの人たちって引き続き幸せに生きるだろうなと思ってるんですけど、でそういう人たちって実はお金を集めてるんではなくて、信頼を集めてるというか、周りの人からたくさん応援されたりとか、周りの人からたくさん好きを集めてたりとか、そういう人たちが幸せに豊かに生きられてるなっていうのを僕もいろんな方お世話になってきて感じるんですよね。だから、それはお金がなくなっても、お金っていう概念がなくなっても一緒だなと思うんですよね。物々交換の、例えば時代になったとしても、そういう人たちのもとにはいろんなものが、これ食べてとか、困ってるって言ったらいろんなことが集まってくるなと思うので、なので、そのあり方を今から身につけておけば、これどんな時代になっても怖くはないなと思ってて、じゃあ、そういう人は何をしてるかっていうと、やっぱり、周りの人に喜びを提供してるというか、周りの人を喜ばせたり、困ってたら手を差し伸べたりっていうことをすごくされてるんですよね。だから、それができる人って、どんな時も周りの人から愛されるし、大切に扱われるので、なので、喜び、自分自身含め、自分の影響できる範囲、まずは、半径1メートルとか3メートルとか言いますけれども、その人たちと今持っているものを分かち合って、で、周りの人に喜びを生み出すっていう、なんかそういうことをしていかれると、すごく素敵な人になるし、なんか周りの人も応援してくれるし、なんか幸せに豊かに生きられるんじゃないかなと思うので、なんかそんなあり方っていうのを大切にしていただくといいんじゃないかなと思いますね。うん。はい。いやー、ありがとうございます。本当にね、今日は素晴らしいお話をありがとうございます。そして、ぜひね、概要欄ですね、波動チャンネル。はい。第2期のチャンネルですので、私見てますが、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらの方をチェックしてください。はい。はい、ということで、今回はありがとうございました。ではでは。はい、ありがとうございます。